こんにちは、ゲラピーです。今日はかっこいい時代がまたできましたので、そちらをですね、ご紹介いたします。今回ご紹介するのはサーリンのスチームローラーになります。スチームローラーというのはですね、シングルスピードのサーリンの行動バイクのようなジオメトリーを持ったピストバイクになります。攻めるような乗り方のものではなくて、競輪選手がこう乗るようなものじゃなくて、街乗りで使いやすい、ちょっと遠くにゆったりと走るのも、使いやすいというタイプになります。で、シングルスピードなんですけれども、その中でさらに個性を出して、完成した1台となりますので、非常にかっこよくなってます。ご紹介いたします。こちらです。はい、サーリンスチームローラーカスタムペイントいたしました。これですね、かなりいいようにまとまってると、思います。実際にご覧になった、方もですね、ちょっとおっと思わず目をこう引いてしまうような、非常にかっこいい仕上がりになったと、思います。もともとですね、オーダーいただいた、お客様はですね、ウェブ上で、こういう感じでかっこいい自転車のですね、スチームローラーの写真がありまして、で、こういう感じでぜひお願いしたいということで、ご予算といろいろこう煮詰めてですね、パーツと煮詰めて、この形に、なっていったという感じです。では、詳細ご紹介します。はい。まず、フレームはですね、こちら、ペイントしております。単色ペイントで、こう黄色に、塗ってるんですけれども、スチームローラーの今、標準カラーで、イエロー系の、ものがあるんですけれども、それではなくて、ちょっとからし色のような、色味に近い、イエローカラーとなってます。ちょっと動画で撮影している分に関しては、わかりにくいと思うんですけども、やっぱりこう、同じ黄色でも、若干こう、色味が、異なるというところですね、も一緒に、やっております。で、ハンドル、行きましょう。ハンドル周りから。実はですね、このハンドル、ギザプロダクツというところになります。マークもですね、比較的何もなくて、すごいシンプルな、ものになってます。で、ハンドル幅がですね、ピストバイクってこう、最近、めちゃめちゃ広いタイプが多いんです。フラットハンドルですね。700ミリ、ちょっと短くても650ミリぐらいなんですけど、これは540ミリという幅で、非常に街乗りでも、すり抜けしやすくなってると。どうしても、人口が多い、ところとかになるとですね、正面から歩道、自転車がこうやってきたりですね、狭いところを走ったりすることがどうしてもあると思います。で、そんな時はですね、やっぱりこう、ハンドル幅が狭い方が走りやすいという感じですね。車の往来もありますし。で、意外とこの540ミリというか、ぐらいの前後の幅ってなると、こう肩幅をこうグッと伸ばした時と、だいたい一緒ぐらいになるので、違和感なく、スッと握れるサイズ感になっております。はい。で、ブレーキレバーは、これも全部今回シルバーカラーで統一してて、ダイヤコンテの SS6 というもので選んでいます。ポリッシュカラーですね。グリッパー、ODI のバンズグリップです。マウンテンバイクでもトレイルでも非常に使えるグリップ力の高いタイプになってます。はい。で、ヘッドセット。ここが、もう本当にいいと思います。ホワイトインダストリーズのポリッシュなんですね。で、パーツを全部いいパーツで、いいパーツっていうのは、パーツ全部いいんですけど、高級パーツだけで組むんじゃなくて、しっかりとシンプルな、コスパがいいものもちゃんとこう組み合わせて、完成してるっていうのが非常に、ポイント高いんじゃないかなと思います。ヘッドセットっていうのがここのパーツになるんですけど、これって圧入して、自転車に装着するんで、
納車の後にですね、こう気軽に帰れる場所ではないんですね。やっぱりこう専用工具で打ち出して圧入してってやらないといけないんで、まあここはですね、ヘッドセット最初にやっておくと、まあ持ちももちろんいいですし、見た目もガラッと変わりますんで、まあここら辺ですね。どうしても見逃し、完成車だとですね、見逃し部分ではあるんですけども、カスタムでフレームから組むとなると、ここ一発とかと、やっておくと、長持ちする自転車になるんじゃないかなと思います。で、ブレーキ。このあたりもですね、ちょっと小技が効いてます。ダイヤコンペの BRS202 という、キャリパーブレーキなんですが、実はこれ、めちゃめちゃロングアーチなんです。ブレーキを取り付ける台座がここの中央にですね、ボルトが1本入ってるんですけど、ここからブレーキのゴムまでの距離、これが非常に長くなってます。なぜか、これです。タイヤ、よく見てください。パナレーサーグラベルキング 27.5 の 1.75 を装着しているというところですね。通常スチームローラーでよく使われるサイズというのが 700C、 もうワンサイズ外周が大きいホイールなんですけども、今回は 650B なんですよ。で、幅が 1.75、 まあ、42ミリ幅というすごい太い、タイプのタイヤを履かせたスチームローラーになっているというところですね。で、これ、インチダウン、まあ、標準が 700C とすると、インチダウンして太いタイヤになると、まあ、どうなるかと言いますと、まず、タイヤが太くなるんで、乗り心地が良くなります。街中のこう、でこぼこしたところも、すごく走りやすくなりまして、で、700C の、まあ、例えば30とか35のタイヤよりも、重心が少し低くなります。650の方が半径がですね、少し短いので重心が低くなります。ですので、ゆっくり走るのにも安定して、走れるようになると。なおかつ、副作用的に、ここのペダルからタイヤまでの距離が少しだけ、稼げますので、このつま先もちょっと当たりにくくなるという、ちょっとメリットがありますね。で、ここのですね、まあ、今回は装着してないんですけど、このブレーキとフォークのこの間にもある程度隙間ができます。ですので、例えば泥除けをつけたりとかですね、ここの下のスペースを活用したアクセサリーも装着できるようになるというのが、この 650mm のいいところですね。はい。で、このホイール、実は手組みで組んでおります。こういうリムブレーキの 650B の、シルバーのってなるとですね、やっぱりこう缶組ホイールだと、なかなか難しいと。ということで、手組みホイールの、メリットが登場するわけですね。好きなハブ、好きなスポーク、好きなリムで組めるというところです。今回ハブはですね、サーリーのウルトラニューハブを使ってます。この、ウルトラニューハブ、ペインターのですね、竹の下が、もともと完成車についてあるやつをですね、もうどれだけ使ったらボロボロになるかというので、結構乗り込んでたんですけど、いいですね。全然使える。全然長いこと、いけるというハブになりますので、これシルバーとブラックと展開されてて、スチームローラーとも相性抜群になってます。で、ボルトで止めるんですよ。ガチッと。で、ボルトで止めると、クイックレバーよりも、固定力が結構強いので、外れる心配もないですし、なおかつ、この、まあおそらく狙ったんやと思います。ここのですね、このボルトを、もうこんな細かいとこはあんまり言わないんですけど、このハブを押さえるこの腕、あと、内側のこの押さえ、もうぴったり。一体なんですよ。まるでもう一体型で作ったかのような、もうスチームローラーのために生まれてきたハブなんじゃないかというぐらいですね。もうドンピシャです。すごい。オーダーメイドですね、これ。に見えるぐらいの、マッチしております。はい、で、
リムですね。リムはベロシティの A23 のシルバーカラーを今回装着しています。はい。ですね。で、タイヤはですね、今回は、チューブ入れて、使ってます。まあ、メンテナンスご自身でされたりとかですね、遠くに出たり、チューブレスの運用以外の、メリットもチューブには、ありますんで、今回はチューブ入れてセッティングしてます。で、これ、タイヤもリムもチューブレス対応できてるので、今後新しくタイヤちょっとチューブレスにしてみようかな、みたいなのにも対応できるというものになってます。はい。では、いきます。サドル、ブルックスの C17 缶ビームですね、装着してます。この缶ビームはですね、裏側がこのゴムの生地になってまして、非常にこう可愛い、見た目になっております。ここにですね、またサドルのレールがあるので、ループがあるので、ここにバッグをこうつけたりとかですね、もしやすいものになっております。はい、ハンモック構造のちょっと幅が広いタイプですね。で、こちら、シートポストも、同じくギザプロダクツのものを、選んでおります。はい。本当に、マークもなく、非常にシンプルな、ものになってますね。で、下の方行きまして、後ろも、ハブはですね、サーリーの、ハブで統一してます。はい。で、コグはですね、もう、シマノのフリーコグで、街乗りでも、使いやすいようになってます。で、右側は今回フリーコグなんですけど、反対側は固定ギアですね、が装着できるようになってますんで、今後ちょっと固定挑戦してみようっていう時にも、役立つようになっております。はい。で、クランク。クランクはですね、ブルーラグの、シルバーのクランクを装着しています。こちらも非常にシンプルな、見た目で、スチームローラーにもバッチリ似合うというものですね。はい。ということで、今回はですね、サーリーースチームローラーのカスタムバイクをご紹介いたしました。非常に最近シルバー系のパーツの、オーダーをいただいておりまして、で、ホイールセットもですね、今何セット ?4 セット5セットぐらい今ちょうど組んでる、ところです。缶組ホイールだったらまあブラック系が多いんですけども、手組ホイールでしたらシルバー系というのがですね、作れますので、ちょっとこう車体の印象を変えたいとかですね、軽い見た目に、したいっていう場合、ぜひシルバーの、パーツも使ってみていただければと思います。はい。で、スチームローラーの、フレームセットですね。各サイズ、グランピーで在庫しているもの、ありますので、ぜひですね、ご相談いただければと思います。650B で組むのもいいですし、700C で組むのもいいですし、実はこのシンプルなフレームの中にすごい隠されたカスタムの可能性が詰まっておりますので、ぜひ自分仕様の1台に仕上げてみてください。では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。